はいどうも、スペースサクです。今回は、先ほどライブ配信をしてまいりました。はい、興奮冷めやらぬ中、やっぱね、やりたい、あれやりたいんですよ。もうすでに9時40分回っとるんですよ。もうささに寝たんですよ、いつもやったら。でもこれいきます。これね、予定の販売日からもう何ヶ月かな、 4,5 ヶ月ぐらい、いやもっとかな、半年以上伸びてたと思うんですよね。で、12月の下旬に出るよって言って全然送ってこなくて、つい先日送ってきて、何の連絡もなしに送ってきたんですよ。はっきり言いますわ、ソフビちゃいます、フィギュアでもないです。で、超合金でもない。むっちゃ重い。ではこちら、あ、逆か、あ、出るわ、バックトゥーザフューチャーデロリアン。これね、ネタバレになるけど、何て書いてます？磁力浮上。これね、浮くんすよ。バックトゥーザフューチャー2、その時のデロリアンで浮くんすよ。なんかね、だいぶ昔に、あの、結構そこそこの大きさのやつで、もう10万ぐらいするのかな。それで、あの、浮くやつが出てるのは僕知ってるんですよ。でも、その時僕知らなくて、買ってないし、今やったらもっと高くなってるんで、あの、手に入れられないんですよね。で、なんかネットサーフィンしてて、今ネットサーフィンって言わへんのかな、ネット見てて、たまたま発見したのが、こちらの商品だったんですよ。販売元、株式会社ノエルコーポレーション。これ YouTuber さんで買ってる人でいないんちゃうかなって勝手に思ってるけど。で、オープンゲット。もう興奮しすぎてもう開けちゃってますわ。なんか結構重いですよね。で、デロリアンがここ1台あって、で、謎の箱が2つ。え？うせやん。うせやろ。今日一日で終わらんな。うせないで。これね、ニッパーとヤスリ、まあヤスリなんとかなるんかもしれんけど、接着剤ってうちないで。そんなん聞いてへんで。マジか。なんかどんな感じなの？多分これがマグネットで浮く台座ですね。これは何もいじらんでいいと。シールとかも貼んの？俺シール貼んの大嫌いだけどね。タイヤ。このアクリル板がありますね。
でこれっていう感じでちょっともう止めて組み立てますね。できるとこまでやってこの動画はまた今度になりますわ。というわけで日付またいで次の日ちょっともうしんどかったんで完成しました。接着って書いてたんですよ。接着したらこの車のタイプとこの飛行形態とどちらかを選ばなきゃいけなくて、じゃあもうとりあえずはもうくっつけなくてこれで一応いけてるんでいいかなっていうのでやりました。はい。でシールも一応貼りました。これね、このお値段やったらこれシールをじゃなくて印刷してほしいよなーって思いましたね。でこれが宙に浮くんすよ。浮くってことで移動します。場面変わっていつものサムネ写真の場所に来ました。それじゃあ君も奇跡を見ましょう。ぐっついとるやんけ。次こそ奇跡を見ます。奇跡が起こった。これわかります？浮いてるんですよね、これ。マジっすよ。これ最高じゃないですか。ドク！ドク！浮いてるよ。はい。でもまあ浮き自体は1センチぐらいなので、これ外持ってても分かんないよね。はい、スタジオ戻ります。ということで、デロリアン浮上大成功って感じです。はい。まあちょっと納得いかない部分もあるかもしれないですけどまあ OK っていうことで、まあ、なかなかね本当に浮いてました。はい。という感じで、もし欲しい方おられたら株式会社ノエルコーポレーションさん、愛知県の会社さんですね。そこのサイトに行ってみてください。はい。それじゃあありがとうございました。せーさーもうスペースサーク配信中。